いやすごい、なかなかないよこの閉園後歩けるなんて。いやマジいい体験したな今回。皆さんこんにちは、トミックです。ということで今回はですね、カリフォルニアのディズニーランドに来てるんですよ。今までディズニーといったらもう東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、そして香港のディズニーランドに行ったんですけど、まず来て思ったのは、あの荷物検査のところあるじゃないですか。でいつも使ってる GoPro のこのここの部分がダメだと言われて、捨てるはめになってちょっとしょんぼりしてるところから始まってます。ガイドマップいただきました。ただ香港のやつは日本語のマップがあるんですけど、カリフォルニアのやつは英語のやつしかないんですよ。英語わかんないとマジで死ぬなって思いましたっていう感じですね。まあ結構日本のディズニーランドと比べたら、まあ初見なんか狭いかなとは感じますね。散策したいと思います。これが、ビッグサンダーマウンテンです。ビッグサンダーマウンテンで、なんかそこら辺は日本と意外と変わんないっていうか、マップの感じも日本とほぼほぼ似てるんですよ。まあそれはあの香港のディズニーランドと同じで、ただお城がオーロラ城でした。香港と同じ、俺はあのシンデレラ城って言ってたんですけど、シンデレラ城は東京ディズニーランドとフロリダンディズニーランドしかないらしい。東京ディズニーランドほどは人は混んでないけども、香港のディズニーランドよりかは混んでるイメージ。ギャラクシーズエッジっていうエリアなんですよ。今年の夏にオープンされたエリアですね。うわすげえ、ドロイドエピソード4とかに来た。うわこれ冷蔵庫じゃないですよね。冷蔵庫。なんかここのエリアはなんか自分でロボットのパーツを拾って自分の好みのドロイドを作るっていうエリアらしいですよ。すごいテンション上がるんですよ。上がるんですけど、あ残念なことに俺の友達ね、スターウォーズ好きな人ね意外と少ないんですよね。共有ができないこの悔しさがあるんですよ。青い牛乳と緑の牛乳いただきます。ん、あ、うまい。味がヨーグレットや。なんかああいう等身大のミレニアムファルコン号は初めて見るとすごい感動しますね。なんかミレニアムファルコン号に乗るアトラクションがあるらしいんですけど、待ち時間が60分なんですよ。やばいなと思って、香港なんか5分とか10分待ちだったじゃないですか。カリフォルニア普通に 2,3 時間とか日本と変わんないくて、ちょっとびっくりしてます。自分のオリジナルライトセーバーを作れるみたいなんですけど、待ち時間がいろいろ長いですね、やっぱ海外なんで。持ってたより超リアルなんですよ、重くて重厚感があって、明るいんでちょっとね、あのただの白い棒に見えるんですけど、ライトセーバーこれ色も決められるんですよ。俺は青にしました。クオリティは高めなんじゃないかなって。ここはねウエスタンランドですね。今回はまあなんかアトラクションとか乗り物が1時間待ち2時間待ちっていうのは結構多いんで、そのお土産を買うっていうところに焦点やフォーカスを当てて。 I don't speak speak English どっちかっていうと香港のディズニーに近いかなっていう感じですね。ちょっと違うけど、あそこに見えるのがオーロラ城ですね。ちっちゃいんですよ城が。頼まれてるのがスターバックスとディズニーのコラボ商品みたいなやつで、日本でディズニーと提携してないんですよ。ウォルトディズニーの像もあるね。あ、ウォルトディズニーの像はすごいね、人気ですね。であともう一つ心配事があって、先ほど作ったライトセーバーなんですけど、これ飛行機持ち込めるかな。でここはねトゥモローランドで、まあ、日本にはないタイプの乗り物と、見覚えがあるスターツアーズがありますと。スケジュールがカツカツなので、とりあえずお土産の、スタバのやつだけ買って一旦ホテルに戻るっていう感じですかね。見つけました、スタバ。タンブラー多分置いてないですね。これいるかな。一応ここマグカップそのタイプしか置いてないです。もうこれしかないね、これちょっとマレフィセントのフラペチーノいいですね。ミッキーのクッキー、マレフィセントフラペチーノ、トールトール、マレフィセントフラペチーノ、じゃーん。これがねマレフィセント
フラペチーノです。色が完全にマレフィセントなんですよ。でもなんかどんな味なんだろう。あ、ベリーだ。上は多分抹茶かな。これはエステもあるんだよな。これディズニーランドリゾートって書いてあるんで、多分カリフォルニア限定ですよね。これキッズじゃないですか。え、キッズですね。おかしくない？ゴエルとかある、すごっ。日本に売ってないですよね、ゴエルなんて。マジで M サイズないの？トレーナーですかね、これ。でもこのキラキラちょっと洗濯が大変そうですね。ナイトメアビフォークリスマスのあの犬、そうですよね。夫婦でお揃いのやつを買おうかなと思ったんですけど、ないっすね。他のお土産を買ってちょっとパーク内を散策したいと思います。みんなでつまむ系のものってあんまりないです。え、そういう文化あんまりないです。あ、でもあれですよ、なんかよくあるブラックサンダーみたいな、日本で買うチョコみたいなやつって、あのなんか大きいパックに30パックが、それはないです。あんまり。そういうのないんですか。あんまりないです。みんなそういう分ける文化はあんまりないですので。文化の問題、うん、やば。これなんすか。ライスクリスピー。なんすかそれ。サクサクようなビスケットみたいな。ここからじゃパークワンですね。とりあえずね、お土産は全部買ったので、せっかく来たので観光を紹介します。仕事の関係上スターウォーズエリアを紹介したので、スターウォーズエリア以外のところを、皆さんに紹介できたらなと思います。入り口から入ってカボチャがあったじゃないですか。でそこからこう通路まっすぐ行ってオーロラ城があるんですけども、まあ、その構造は本当に香港と同じだと。何はい、あ、ビデオ？キャストさんが、あ、いたいたいた、キャストさんに。Excuse me, マップリン。俺思った、カリフォルニアのディズニーに Today という概念がないのかもしれないって思いました。あのお城を突っ切った先には、トゥーンタウンがある。トゥーンタウンまだそういえばカリフォルニア行ってないから、トゥーンタウン行きましょう。ピーターパンが40分待ち？やばいだろう。ここのゾーンはあれですね、あのピノキオとかピーターパンとかあるゾーンあるじゃないですか、あの日本のディズニーでいうあそこですね。これ何のアトラクション。ピノキオかな。ピノキオ臭い。ピノキオのアトラクションだった。何だろうこれ。めっちゃ気になってるしめっちゃ乗りたいんだけど、残念ながらそこまでの時間はありません。なんか見慣れたって感じ。あ、待って、何これ。 It's a small world。 30分待ち。トゥーンタウンに着いたんですけど、やっとあの足がきついです。すごい分かりにくい。明かり少なめだねっていうか、今時間が22時42分っていう感じで、閉園後ですね。閉園後のディズニーランドでスターウォーズのイベントのやつで、なんかそのアフターパーティーっていうやつがあるらしいんですよ。人がでもそこそこいるんですよ。なんで、まあ、どういう感じなのかっていうのをね、ちょっとレポーティングできたらなと思います。そして後ろに光ってるのがね、あの自作したライトセーバーですね。俺の動画じゃ分かりづらかった人はこういう感じでチェックしてください。あ、そういう感じ。スターウォーズのバーをイメージした、本当にそんな感じですね。普通の感じですね。ノーアルコール。ノーアルコール。アヒュー。レザーアルコール。あのシトラスですね。サンドイッチかな。うまい。で、閉園後でね、招待しているパーティーだったんで面白いことないかなって思ったんですけど、料理とお酒がすごい美味しいです。はい、トビトビ J の USA の旅でした。バイバイ。ちなみに閉園後のディズニーはこんな感じです。めっちゃ綺麗ですよね、イルミネーション。いやすごい、なかなかないよこの閉園後歩けるなんて。いやマジいい体験したな今回。今回ワナハイムに来た理由は、スターウォーズジェダイフォールンオーダーっていうゲームの PR のために
来たんですよ。私もねスターウォーズめちゃめちゃ大好きなんで、いやすごい嬉しいですね。このゲームはねどういうゲームかっていうと、スターウォーズのエピソード3とエピソード4の間の物語なんですよ。でこのゲームはね、その主人公のカル・ケスティスっていう人物を操作してプレイするゲームなんですよね。どういうゲームかっていうのはもう実際やってみるけど分かんないんで、これからやってみるんですけども、いや素晴らしいです。ハワイユあ、ノー。このゲームの概要としては、世界観は、帝国に支配された銀河で、その帝国は全てのジェダイを抹殺しようとしていて、で主人公はジェダイのパダワン、つまり修行中のジェダイっていう感じですね。でこの主人公はジェダイオーダーの再建の望みをかけて冒険して生き延びて、ジェダイの技、フォースを使った技とかを、マスターしていくという感じです。とにかくこのゲームはもうライトセーバーの操作とかフォースの扱いとかがもう完全にもうこっちがもうジェダイになったような感じでもうやっていくわけなんですけど、まあ、それ以外にもその技をフォースのこう飛ばしたりとか引きつけたりとかっていうのもどんどん習得していって、もうそれもゲームをしているという感じになるというか、もうそういうのもすごい迫力もあるし、まあ、とにかくね、画質もすごい綺麗で、見やすいんですよ。三人称視点だし。で、ストームトルーパーだったりとか、こういう武器を持ったスカウトトルーパーみたいなやつと戦闘だったりとか、意外と強いんでね、適当に操作するだけではまあ倒せないと。なったり防御して、避けて、弾いて、倒すみたいな。そういう感じのワクワクドキドキ感がすごい強いなと感じました。それとやっぱりファンなら嬉しい見慣れた強敵との対決も魅力的なところだなと感じました。生半可な攻撃では死なないし、向こうの攻撃も強いし、どう倒すかも自分のこう動き次第っていう感じでした。操作性ちょっと難しいですけど、慣れたらすごい楽しいですね。これネット繋がなくて遊べるやつですもんね。ネット環境気にせずにできるっていうのはすごいいいなと思いました。スターウォーズジェダイフォールンオーダーというゲームをねやったんですけども、なんか最初操作慣れないんですけど、まあ、どのゲームにも言えること、ただ本当にね面白かった。やり込み度があると思います。あそこの方たちねずっと立ってるんですよ。辛くないのかなと思って、で最後に挨拶して帰りましょうかね。優しい